キャットレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、回転翼が1枚しかないヘリコプターの飛行実験を行いたいと思います。よろしくお願いします。現在朝の6時15分です。以前投稿しましたダヴィンチのヘリコプターでしたこのような形状をしていましたが、飛行には至りませんでした。通常、ヘリコプターというと、回転翼、ローターが、2枚以上となっていますが、何枚以上が正解かと言いますと、運用する機体によって、枚数が変わるということです。今回、実験に使うヘリコプター模型ですが、正式名には、アダルト・オブ・サイエンス・マガジン、カエデ・ドローンということで、メインモーター、ラダーモーターで、回転翼ということです。実際の模型はこのような形をしています。そして、こちらがコントローラー。スイッチオン。これがエレベーターが Go Back LR となっています。こちらがセンサーで、これがスイッチオンとなります。そしてコントローラーのスイッチをオンにすると点灯して動機が完了します。それでは飛行実験を行います。もう一回やってます。もう一回飛ばしてみます。操縦にはある程度練習が必要です。非常に面白いです。以上です。 Thank you.